今日午後、柴田町で住宅が全焼したほか、倉庫などが焼ける火事がありました。怪我人などの情報は入っていません。視聴者が撮影した映像です。住宅が炎に包まれ、黒い煙が立ち上っています。消防によりますと、今日午後3時半ごろ、柴田町西船場様の住宅で、風呂釜から火が出ていると近所の人から通報がありました。住宅の屋根が完全に焼け落ちています。消防による懸命な消火活動が行われています。消防がポンプ車など6台を出し、火はおよそ1時間半後にほぼ消し止められました。消防によりますと、木造2階建ての住宅1棟が全焼したほか、倉庫など3棟が焼けたということです。怪我人などの情報は入っていません。